こんにちは、プレイズレポーターは何回かさせていただいておりますが、大阪府のプレイズレポーターウィングスゴスペルハウスの牧師をやっています足立学と言います。で、私たち、ゴスペルファミリーネットワークというのをやっておりまして、ゴスペルによるネットワーク、それ全国規模でつながっていますが、お互いに励まし合い、慰め合い、祈り合い、お互いのイベントを手伝ったりとか、そういう活動をしています。また被災地なんかにもミュージシャンを送ったりとかいう活動もしていますが、そんな中でこの年末に毎年恒例で行われています関西年末ゴスペルワークショップというのが行われています。これは1996年に始まりまして20年になります。毎年毎年行われていますので、たくさんの人がもうこの実家に帰ってくるような感じで、ただいまという感じでみんな集まってくるんですね。年末に100人ほど集まってゴスペルをみんなで練習し、最後のコンサートで歌うというのを毎年12月27日から30日の予定でやっております。これは北海道から来られる方は、秋田県から来られた方も2年連続でおられましたし、関東地方から、それからまた東海、愛知県や岐阜などから、関西各地からたくさん集まってきて、そしてまたここで恵まれて、それぞれまた帰っていって、地域の具合や生活体で、それを分かち合っていくという活動をしています。これが20年になります。そしてこれは、比較的クリスチャンでない方がたくさん参加されますので、本当に神様の福音に触れるという貴重な時間になっています。この出会いの中から救われる方もたくさん出ています。中には伝道師になられる方も、ゴスペルを仕事として福音を伝えるということを仕事としてされている方もいますし、私のように牧師になるような人間も出ております。本当にこの地域に、またこの日本全国にこの輪が広がって、本当に恵まれた時間となっています。今年も年末にまた12月27日から30日で、予定ではクリスチャン大阪クリスチャンセンターで行う予定ですが、100人のクワイアで歌う予定です。そしてまた地域のクワイア、聖歌隊の人たちが、少しずつパフォーマンスするという、そういうイベントも前夜祭としてやっています。たくさんの方が参加されたいですし、またたくさんの方に聞きに来ていただきたいと思います。私たちはこの活動を通してたくさんの実を見てきました。今年もたくさんの実を見ることができることを本当に心より期待しています。以上です。大阪の足立学がレポートいたしました。